はい、たけし農場です。最後の人、一枚ですね。で、大外一周回ってきます。午前中ね、撮ろうと思ったんですがバッテリーがなくなっちゃってはい、午後バッテリー交換してきましたんで、はい、大外一周回ります。
あとね、中をぐるぐる回るんですけど、まあ、それは省略します。で、ここでね、白かじまは終了になります。はい、白かじ終わりましたんでね、苗も落とします。で、ちょっと困ったこと発生です。青緑がね、発生しちゃいましてね、田んぼのそうですね、2割くらい覆ってます。奥の方、このままですとちょっと田植えは厳しいよね。植えても青みどろが苗の上に乗っちゃいますとね、苗枯れてしまいますので、ちょっと延期になるかもしれないですね。どうするかちょっと考えてます。今朝ね、水回りに来た時は、田んぼの水が抜けちゃってて慌てて水入れたんですけれどね、午後来てみましたらね、田んぼ一面にノロが張ってました。あー、参ったなー。なんででしょう。ちょうどやっぱりノロの発生、青緑の発生に、いい条件だったんでしょうね。一気に張ってしまいました。ちょっとこのままですとね、田植えやりますと、青緑がね、稲の上にかぶってね、弱ってしまいますので、ちょっとこのまま田植えは厳しいんでね、様子見ます。まあもうここまで来たらね、1週間や10日遅れでもどうってことはないんで、もうあとは田植えするだけなんで、まあ慌てないでね、じっくりと見極めたいと思います。はい、じゃあ白かきね、終了です。こんな感じですね。
奥の方のね、色変わってるところ分かりますかね。あそこが全部青緑で、です。この右側ね、手前ずっと右側青緑で、奥の方でね、横断してますね。はーい、こんなの初めてです。どうしたんでしょう、分かりません。はい、じゃあ動画の方は終了になります。お付き合いありがとうございました。